はい、こんにちは。今回はあまりにもすごいレベルで対戦者を絶望させた世界王者を紹介いたします。ロシア系カザフスタン人のゲンナジー・ゴロフキンはアマチュア時代300以上の勝利を積み重ね、プロ入り後は WBA、WBC、IBF、世界ミドル級王座に輝きました。プロでは42勝のうち37の KO を築き上げたのですが、練習ではミドル級のボクサーでは相手にならないので、いつも上の階級の相手とスパーリングをこなし、時には自分より20キロ以上も重いヘビー級のボクサーを相手にスパーリングをしていました。ゴロフキンは強力なパワーパンチはもちろんですが、ロシア人の炭鉱夫の父親から頑丈さを譲り受け、その上ハードなトレーニングを続けた結果、アマチュアプロと約400戦していますが、ダウン経験がない最もタフな体を作り上げたのでした。ゴロフキンのあまりにも強いパンチ力は時には戦意を奪い、また頑丈な肉体は対戦相手を絶望させました。史上初の世界5階級制覇を達成したトーマス・ハーンズは、身長185センチ、リーチ203センチという恵まれた体格を生かし、左腕をだらりと下げたヒットマンスタイルから、フリッカージャブやマシンガンのように繰り出す高速連打で、デビューから KO の山を築きました。ハーンズの相手は近づくことができず、長距離から一方的に強打を浴び続けるので、多くの対戦者は絶望を感じながらノックアウトされていきました。1980年8月にハーンズは28戦全勝 26KO の戦績を引っ提げて、ピピノ・クエバフの持つ WBA 世界ウェルター級王座に挑戦したのですが、11度防衛中の世界王者をわずか2ラウンドで簡単に KO しました。ハーンズに一方的に KO されたクエバフの陣営は、ボクシングに身長制限もつけるべきだとコメントしたのですが、それほどハーンズは怪物並みに圧倒的に強かったのです。はい、バズーカーコーテー。元 WBA 世界ウェルター級王者アイク・コーティーは、身長は171センチとウェルター級では小柄なのですが、強靭な筋肉をまとい、硬いガードと強力なパンチを持っており、左ジャブでさえ対戦相手を破壊する威力があり、バズーカと呼ばれました。1994年6月25戦全勝だったコーティーは、30戦全勝の WBA 世界ウェルター級王者エスパーニャに挑戦しました。 WBA 世界王者エスパーニャは30戦全勝 25KO と
たくさんの KO 勝利を飾っておりますが、クオティは鉄壁のブロックで王者の攻撃を遮断し、11ラウンドに強烈なプレッシャーをかけ、破壊力のあるパンチでノックアウトを奪いました。エスパーニャから奪った王座の2度目の防衛戦にパク・ジョンゴを迎えました。挑戦者のパクは東洋太平洋王座を9度防衛し、日本では無敵だった吉野選手と佐藤選手を KO したアジア最強ボクサーなのですが、王者コーティはほとんど左ジャブだけで挑戦者パクを4ラウンドで仕留めました。ジャブでさえ相手の顔面を破壊するコーティのパンチはバズーカと呼ばれ、そのバズーカを持って世界王座を7度防衛の中で5回5ラウンド以内に対戦者を絶望の中ノックアウトしました。バズーカーコーティ Wilfredo Benítez Antonio Cervantes Kip Pambelé。1976年3月、ウィルフレッド・ベニテスは WBA 世界スーパーライト級王座を10度防衛中の難攻不落の世界王者アントニオ・セルバンテスに挑み、判定勝ちを収め、17歳6ヶ月で史上最年少世界王者となりました。17歳で世界王者になったウィルフレッド・ベニテスは3階級制覇を狙い、モーリス・ホープの持つ WBC 世界スーパーウェルター級王座に挑戦しました。王者ホープはスピードとカウンターが持ち味のサウスポーですが、あらゆるパンチを避けるベニテスはレーダーと呼ばれ、この試合でもパンチを精密に察知し、レーダーぶりを発揮しました。ベニテスは幼少期からの FI 教育の反動で練習嫌いになり、この頃はほとんど練習をせずに試合をしていたので中盤から失速し、コーナーに詰められる場面が多くなりますが、上体の動きで全てのパンチをかわし、王者ホープはパンチがあまりにも当たらないため絶望していく中、ベニテスは第10ラウンドにフェイントから右ストレートを放ち、王者からダウンを奪いました。迎えた第12ラウンド、鋭く大きな右フックを突き刺し、王者を失神させました。そしてベニテスは階級を上げて世界ウェルター級王座、世界スーパーウェルター級王座を獲得し、 WBC 世界スーパーウェルター級王座の2度目の防衛戦でパナマの英雄ロベルト・ジュランを迎えました。石の拳と恐れられたロベルト・ジュランは KO の山を築き、すでに74勝もしており、世界ライト級王座と世界ウェルター級王座のタイトルを獲得し、3階級制覇を目指しての挑戦でした。ベニテスは防御の天才で
強打ドゥランのパンチをことごとく外し、ポイントを奪って石の拳を判定で破りました。15ラウンドにわたってあまりにもパンチが当たらなかったドゥランはかなり苛立ち、試合後の握手を拒んだのでした。